ガビ、おい、どうしたんだ。おい、しっかりしろ。どうした、何があった。急に苦しみだして。おい、ジョーちゃん、大丈夫か。ここから逃げてどうするってんだよ。あのままだと殺されるでしょ。あの人はお前を心配してたぞ。悪魔を信じてどうするの。もうジークも信じられない。もう誰も。かなり遠くまで逃げたよな。夜通し走ったんだから。なあ、その腕章を外せよ。目立つから。これを見られたって普通の住民に意味はわからないでしょ。軍人が見ればわかるだろう。いいから外せって。こんな偏僻な田舎に軍人は歩いてないから。ずっとつけてたらいつか見つかるだろう。マーレに帰れる手がかりも何もないのに。帰れるわけない。私はただ捕まって死ぬまでにジークを見つけて問いただしたいだけ。私たちマーレを裏切ったのか。なんでそんなことをしたのか。あんたが好きにすればいい。別についてこなくていいから。ああそうかい、好きにさせてもらうよ。じゃあこれ捨てといてやるから。返せ。お、なんでだよ。こんなもんがここで何の役に立つってんだよ。私は善良なエルディア人なの。それがないと島の悪魔と同じになるでしょ。何言ってんだお前、おかしくなっちまったのか。じゃあほっといてよ。見てきたの。あんたまで死ぬことないのに。何してるの。こんな朝早くに。君たちどこから来たの。言いたくないです。私たち家が嫌でやっと逃げてこれて。だからもう戻れないんです。そう、お腹すいたでしょ。近くに私の家があるからついてきて。ちょっとここで待ってて。はい。あの馬は逃走に使える。何言ってんだよ。もっと遠くに逃げないと、ここもじきに捜索される。それに私は悪魔と一緒に食事なんてできない。お前な。お待たせ、入ってきて。あ、はい、今行きます。俺が全部話すから、余計なこと言うなよ。君たちか、家出したんは。どうしたかすかい。南方マーレの名前。はじめまして、僕たちは兄弟で、ベンとミアです。わけあって、親元から逃げてきました。僕たちにできることがあれば何でもします。だから数日だけ、ここに止めてください。お願いします。そげん子供が頭を下げるもんやない。ブラス厩舎へよう来たね。何日でもおったらいいって。そしたらはよ朝飯食わんと。疲れてるやろ。それ食べたら横になっていいけんね。リサ、この子。ごめんね、辛いことがあったんやろうに。いいえ。妹がすみません。いただきます。うまい、おいしいな。本当においしい。ほら、ミアも食えって。